で、これで海底の地形を探りながら辺りを待っていきます。で、引きずりなんですけど、まあ僕の場合はリールは巻かずにこう竿で、引いていきます。そしたら竿が大きく曲がるところっていうのがこの呼ぶって呼ばれるこの山になっている部分になります。こうちょっと大きいところを過ぎたところをちょっと止めて辺りが来るかを待っています。で、ダメならまたリールを巻いて糸ふけの分を取ってまた同じようにこう探っていきます。で、キスの食いがいいときは人の歩く速さぐらいで、仕掛けをまさりくって言うんですけど、仕掛けをさびいてきても当たりが出てきます。で、ここはちょっと引っかかりが大きいんでちょっと大きな山になっています。ここをちょっと過ぎたところで当たりが来るかを待っています。で、当たりがなければもうちょっと手前へ仕掛けを巻いて探っていきます。でもキス釣りは、まず1匹目をどこで釣れるかっていうのを、探れば、キスが群れでいますので、あとは何匹かヒット釣れる。で、釣れないときは、足で歩きながら、こういう砂浜があれば端っこまで、探りながら、歩いていく方がいいです。